どうもバーンです。さて本日2019年9月30日時刻は21時、ちゃうわ、もうまだですね、21時31分となっております。いよいよですね、明日から消費税が 8% から 10% になる、はい、消費税を上げられてもですね、なんとですね、食べるもんがですね、食べるもんの値段が上がらない方法をね、2つ皆様に、伝授いたしますよ。これね、バン TV のバンはね、すでにもうね、ずいぶん前から実践しております。1つ目、魚取ってくればいいんですよ。魚ね、海とか川とか湖にいますでしょ。特に僕の住んでるすぐ近くにね、琵琶湖があるんですよ。ブラックバスをね捕まえてきて、ほんでさばいて白身魚、バン TV のチャンネルではですね、この白身魚の料理方法、過去動画でいっぱい紹介しています。消費税関係ない、全然関係ないですよ。ブラックバス取ってきて消費税なんか関係ないでしょう。はい、これ一つ目ね。はい、もう一つ、畑動画がね、バン TV あるんですけども、これがね、まあ再生回数伸びないんですけど、バン TV はまあ証拠りもなく畑動画、まあ、今日もね、ベビーリーフとかね、もう植えてね2週間ほどでね、もうサラダのね、ちょっとしたもんがねできるんですよ。消費税関係ない、もう関係ないですよ。だって自分の蒔いた種を自分で収穫して、ほんで自分で食べるんだもんね、関係ないっすよね。消費税関係ない、もう一つありますよ。あ、3つ目ありましたね。自分で何でも直しちゃう、はい、これね、道具いりますよ。工具とかね、部材とかいりますけれども、まあ、ちょっとそこはね、消費税かかるかもしれませんけれども、バン TV の DIY はそこら辺転がってるもん、なんか端材とかね、端材ってわかります？なんか木のね、端くれとか、そんなん使うんですよ。だから修理とはいえですね、新しく買う部材が0円なんてこともね、よくありますよ。0円、はい、どうですか皆さん、消費税上がってもですね、なんだいいんじゃないですか、別にね、頭使い、頭、自分の買うもの節約していったらどうってことないですよ。まあでもね、水とか電気とかはまあしょうがないです。琵琶湖の水飲むのはちょっとね気が引けますし、まあこの辺りの水はちょっとね、今の季節水草だらけでね、さすがにちょっとそれは飲めませんけれども、ろ過器があったらね、琵琶湖の水普通に飲めますよ。僕も飲んだことありますよ、ろ過器使ってね。まあでもね、ちょっとろ過器もね、手動のやつ前持ったんですけどね、まあちょっとそれはちょっとし、一遍やってみたことあるんですけども、ちょっとね、採算は合わなかったですけれどもね、自分でペットボトルにつけてね、ギューって絞ったりとかするんですけどもね、そんなやってられませんよね。まあこれはもうしょうがないですけどね。水道代って消費税対象なん？ちょっとその辺よくわからないんですけど、もうどうしようもないじゃないですか。そんなこと考えてもしょうがないんで、ね、消費税上がるからって怒っておられる方いっぱいいますけれども、もう考えてもしょうがない。自分にできること。例えばね、まあでも、壊れたもん、そのまま、例えばね、もう壊れてるとこはもう目をつぶる。もうそのまま、例えば、使うであるとか。古い車だってそうですよ。別に消費税前にね、消費税アップする前に車買い替えとかね。ほら、もう無駄っていうか、エコじゃないですよね。だってまだ使えるもんを、例えばね、車とかね、まだ10万キロぐらいしか走ってへんものをね、消費税上がるからとか言って、変えて、ほんで、まあその目先のね、
目先の損得感情だけでは、まあ額面ちょっとね、得したような気分になるかもしれないですけど、女も、例えば新車買ったらね、何百万もいるわけじゃないですか。その経済的負担や、たるや、どうなんですか。消費税上がる前に皆さんね、なんか買いだめとかしてはりますでしょ。でもね、まあそれはね、必ず使うもんやったら、まあまあまあ、それはありでしょう。ですけれども、使う予定もないものを買ったりして、で消費税増税前やから買いだめとか、使う予定があったら、まあまあ、よしとしましょう。これいつ使うんやろうなぁなんていうものを買って、で取っておいて、そのまま忘れちゃったりなんかしてね、もう目も当てられない。そんな、なんか本末転倒なようなことに皆さんなってませんか？はい、21時37分晩の言いたかったことは、以上です。ババッと編集して、本日にアップしようと思います。本日の動画は以上です。ではまた、バイバイ。デリーキックトゥーゴー、デリーキックトゥーゴー、チャンネル登録しないでね、ホーバットボタンも押しときな、はぁ。デリーキックトゥーゴー、本当は登録してほしいな、グッドボタンポチッとな、はぁ。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録お願いね、はぁ。グッドボタンもよろしくね、はい。本当は登録してほしい、本当は登録してほしい、本当は登録してほしい、本当は登録してほしい。